ワンスピース最終的な目的がそのワンスピースの中で唇がどういうふうに振動を振動させたいかっていう そこを意識して今朝ちょっと楽器を吹いてみたんですけども、うんうん、昨日よりも、その前の自分がやってた考え方よりも昨日やったその新しいというか、うんうん、ことが安定する考え方の方がまあ いいかなと思えるようなうん、感じがした。あ、うん、その反面なんか今朝やってて困ったことってありました？いやそれがあの困ったことは特になかったかな。そっかそっか。そしたらどうしましょうか。それ見ていきますか。実際にそうですね、はい。昨日はちょっとこれを忘れちゃってた。あ、そっかそっか。ちょっとなんかあでももうすでに結構しっくりきてる感じですね。はい、うん、調節ができたんです、ね。調節が首でできるように。あ、素晴らしい。首で、はい。頭で、頭で、はい、首、はい、うん。はい。そしたら、首ちょっと構えて。はい。だから、問題解決というよりかは、はい、もっとこう、しっくりくると、そうですね。いいかなっていうことを目指していくんですが、かもしれないんですけど。そうですね。このあっちに向かっていく移動のところなんですけど、はい、それをその股関節から上全体でやるっていうんですけど、そうですそうです、それで吹いてみてください。足もこう関係してるわけです。実際胴体をこうやったり、はい、まあ、こうするのってこれお尻とか足の筋肉でやってるんですね、はい、これもそうですね、足に関連する筋肉、足についてる筋肉ってわけじゃないですけど、はい、関連する筋肉ってので結構ある意味足の作業なんですよ、はい、今までその股関節を中心にって考えた時に足を使わずにやっていました。そうかそうか、ここでここを動かすみたいな。そうですね、はい、そうですね、全身を結構この辺りの筋肉が関与しているので、はい、そうです、全身で全身使って、そうです、あ、いいじゃないですか、
はい。吹いてみてください。なんか曲吹きます、ね、はい。だからなんかこう確かに今なんだろう昨日やったことがあって、はい、それがかなり良くて、はい、で今日もうワンポイントがすぐに解決しちゃったので、はい、もしも覚えてるあの曲はエチュードね。うん。その時にこう離れるじゃないですか、はい、全身動かしてやる、はい、あ全部でいったらあっち行けば、
空気が出ていってくれてるので、はい、やっぱりこう落ちた瞬間に、うん、この喉のあたりが、はい、何かを考えた時に